ハリーポッターシリーズの撮影用に赤く塗装された5972号機、オルトンホールグレートウェスタン鉄道4900系、蒸気機関車は、イギリスのグレートウェスタン鉄道が製造した、過客量用テンダー式蒸気機関車の一形式である。各社の固有名から、ホール級とも呼ばれる。軸配置はテンホイラーであり、これまでに製造された、GWR の最も多数の4から6から0。 タイプの機関車だった。1920年代半ばまでに GWR ではより強力な客家療養機関車の必要性が高まった。技師長であったチャールズ・コレットの手により新しい価客,客療養機関車を設計した。チャーチワードは1911年に価客,客療養のグレートウェスタン鉄道4300系蒸気機関車を設計していたが、 これらの機関車は一部の列車を扱うのが難しいという評価を受けた。そのような仕事の一つは、サウソールを出発して14時間後にスコットランドに到着することが保証された、サウソール初の新しい高速急行貨物列車だった。GWR は LMS から引き継いだウォルバーハンプトン行きの列車に対する責任があった。列車はマーガリンを積んだンを乗せて、 サウオールを出発し、その後、グリーンフォードでライオンズティーの荷物を受け取り、その後4300クラスはウォルバーハンプトンのすぐ北にあるオクスリーの引き込み船の50台の有害者をノンストップで運ぶ必要があった。当初、問題は蒸気の不足であると考えられていたが、調査の結果、実際の問題は機関車の動力が不足しており、 全負荷でタイトなタイムスケジュールでノンストップで運転できることだった。実行部門はこの問題に古いセインと及びスタークラスのエンジンを登録したが、急行貨物用の新しい設計の機関車が必要だったため、これは暫定的な措置に過ぎなかった。コレットは CME 就任直後、4300系の上位代替機製造を計画した。 しかしコレットはこれを完全な新規設計とはせず、既存の端式に筒テンホイラーである2900型を基本に、その動輪計を8インチ半縮小して6フィート計とし、速度を落として牽引力を増大させることで所要の要求性能を満たす経済的な案を選択した。これは他のテンホイラー機と部品を共通化することで製造、保守コストの削減を図る合理的な案であった。 また、新規設計部分がほとんどないため工場の生産ラインの転換も容易であったことから、設計、製造部門からは特に異論は出ず、運行部門の要求も十分満たせたため、計画の具体化が進められた。選択された新しいクラスのプロトタイプは、セイント級に属する2925号機、セイントマーティンであり、1924年に改造して、評価試験を行った。 具体的な回収点は、動輪系の変更と、これに伴うシリンダ高さの引き下げ、弁装置の位置調整、それに、大枠の軸、箱盛り修正などである。連結車輪の車軸に関連するシリンダーの取り付けレベルの変更や、キャッスルクラスのキャブタイプの仕様が含まれます。エンジンは3年間の試行を経て、設計を改善するために、いくつかの変更がいった。目的は、 4300クラスよりも高いボイラー出力と高速を備えた客貨両用列車のニーズを満たすことでありホールクラスのプロトタイプになった。災害ウィンドーキャブも装備されていたが他に大きな変更はなかった。その後4902番号が付け直された。試験の結果は良好で1928年より254台のうち80台が GWR のスーインドン工場で製造され、新しい設計が成功したことが証明した。コレットはエンジンの最初のバッジの寸法をさらに変更した。特にボギーホイールの直径を小さくしてバルブ設定の移動量を増やした。最初に製造された機関車は1924年12月にスーインドンから登場したナンバー4901アダレーホールだった。 1943年までに4901から4999.5900から5999.6900から6958の258両が製造された。また、試作者としての役割を果たした2925号機も本形式に編入され、トップナンバーに当たる4900号機へ改版された。 以後の増備は、コレットの公認 CME となった、フレデリック・ホークスワースの手で、さらなる改良を施した6959型へ移行したが、基本コンセプトや性能には変更はなく、こちらは71両が製造されている。さらに、新設計の高圧高性能ボイラーを搭載した、超、改めホール級とでも呼ぶべき内容を備える線計30両も、 その基本設計は本形式のそれに従っており、結果的に本形式を筆頭とする GWR の価格用点ホイラーは計360両が製造されることとなった。4900コレットとの3年間の満足のいく試験の後、スー・イン・ドンの作品を注文し、1928年に新しい2気筒ホールの最初のホールが稼働した。 より強力な高速機関車を開発する圧力が優先され、キングクラスが優先された可能性がある。4から6から0は1927年に1年、前に導入された。1928年に建てられたホールは、プロトタイプとほとんど変わらなかった。ボギーホイールの直径は3フィート2インチから3フィート、0インチに2インチ縮小され、 バルブ設定は7.5インチの移動量の増加をもたらすように修正された。機関車の総重量は2トン 10CWT から75ロングトン 0CWT に増加したが、セントクラスの24,935リッター BF と比較して27,275リッター BF の牽引力。試運転に相当するもので、最初の14本は、 高日種本線の困難な試験場に派遣された。しかし、GWR システムのここや他の場所で非常に成功したため、1930年に80の最初の生産バッジが完了するまでに、さらに178が注文された。1935年までに150が稼働し、 1943年に259番目で最後のホールであるナンバー6958、オックスバーグホールが納入された。1944年、ホークスワースは6959クラスとして知られるようになったクラスの修正版を発表した。 ロット不明ナンバー6916から6 9 2五0エンジンロット番号ナンバー6926から6 9 3五0エンジンロット番号ナンバー6936から6 9 4五0エンジンロット不明ナンバー6946から6950エンジン重大ロット番号ナンバー6951から6958ビットから ハッチエンジン80台の初回生産が完了する前に、さらに多くの機関車の注文が行われていた。ホール級は GWR の脚下混合列車に最適であることが証明された。昼夜を問わず、急行列車と貨物列車を牽引した。ペンザンス、トゥルーロ、プリマスのライラの南西部の機関区に、後半にわたって配属された。彼らの主な問題は、 車軸不可であり、これらの任務を引き継ぐために4300とより小さい機関車の設計課題残した。これは後に7800マナー及び6800グランジクラスの設計と建設につながった。第二次世界大戦の爆弾で修理できないほど破壊されたナン、no. バー4911オーデンホールを除くすべての機関車がイギリス国鉄の形成まで生き残った。 ホール級は非常に有用な機関車であり、これにより1959年まで廃車は開始されることはなかった。ほとんどのクラスと同様に最も古い機関車は最初に廃車される。ホール級の場合、これは1900年から1959年までの52年間に渡って209万2500マイルを走ったナンバー4 9 0 0マルタンでした。最後のホールは、 1965年12月のナンバー4920ダンブルトンホールだったが後に保存された。なお、本形式のうち11両が1946年から1947年にかけて重油滝に改造されたが、これらは1950年に元の石炭滝に復元されている。本形式は現在、下記の重量が保存されている。ありがとうございます。